川口博氏は、セガ所属のゲームミュージック作曲家。2016年現在、セガインタラクティブ第一研究開発本部アメール、&E 研究開発部、サウンドセクションセクションマネージャー。旧姓は区内。千葉県長志市出身。別名ヒロ。最近はヒロ師匠のニックネームで知られる。セガのゲームミュージックを黎明期から支えた作曲者で、あり。 国内ゲームミュージックシーンにおける著名な作曲者の一人である。千葉県銚子市の出身であり、幼少期は鬼ごっこやかくれんぼといった外遊びやレゴブロック遊びに親しんでいた。小学生の頃、ボーリング場で稼働していたあたりのポンに触れる。また、デパートではセガのグランプリやキャスコのミニドライブといったレースをテーマにしたエレメカに親しんでいた。 また、お年玉と小遣いを貯めて、当時珍しかった、家庭用ゲーム機カラーテレビゲーム15を購入する、こともあった。中学生から高校生の頃は、コモドールのビッグ -1001 によるプログラミングに、親しみ、ピオや、アイ、オーといった、専門誌に、自作のプログラムが掲載されることもあった。また、中学生の頃は、フォーク好きだった友人の影響で、 アコースティックギターを購入し、当時流行していたミュージシャンの曲や自作曲の演奏にのめり込んだ。さらに、高校時代はフュージョンにのめり込み、友人たちと組んだバンドでイベントに参加する機会もあった。当初はエレキギター担当だったが、やがてキーボードも手掛けるようになった。当時のバンドメンバーには後に、スーパーハングオンの作曲などで知られる並木孝一もいた。 加えて、ナムコの、ニューラリー X を通じて、ゲームには、音楽があるべきという考えに至り、自作ゲームに取り入れることもあった。1984年にセガエンタープライゼスに入社。当初はプログラマで、入社1年目に、同期の中祐治、林勝弘と共に、セガ家庭用ゲーム機 SG マイナス専用ソフト、ガールズガーデンを制作。 高校時代からバンドを組んでいたことが当時、ハングオンを開発していた鈴木博士に伝わり、鈴木からの依頼でメインテーマ曲を作曲したことがきっかけでサウンドクリエイターに転身し、以来、セガの黎明期から数多くの名作に関わっている。1988年結成のセガのゲームミュージックバンド SST バンドには、 ステージデビュー時からキーボード担当として参加していたが、1991年に、三好吉武志治と交代して、SST バンドを脱退。2001年からセガオフィシャルサウンドユニット、H のリーダーとして、不定期に、ライブ活動している。2015年1月からは、とものか、罪み、影山翔太とのユニットである、HKS のメンバーとしても活動。 2015年2月には、セガ入社30周年記念となる、CD アルバム、ヒロサーティースアニバーサリーアルバムサンキューフォーリスニングを発売した。同年4月に行われたセガグループ再編に伴い、三吉武志治と共にアーケードゲームを手掛ける、新会社である、セガインタラクティブへ一時移籍していたが、2020年4月に、セガへ復帰した。AB セガオンリーのゲーム音楽コンサートが明日開催。会場限定の特製パンフの内容を一部公開。電撃オンライン。2017年3月15日閲覧。ABCD 川口博史。全編。1、3。株式会社セガインタラクティブ。オリジナルの2016年11月22日時点におけるアーカイブ。 https://wav.archive.org/wav/.20161122073039/http://sega-interactive.co.jp/.special/.intaview/.vol8-1/.ab 川口博士、三つよ武史おさ アストロシティミニ発売目前。広志賞三吉武士おさむしに聞く、FM 音源に彩られた1980から1990年代、セガサウンドの裏側。インタビュアー、さなえ好きハンバーグ食べ男。4gamer.net。 アイタス、https コロンスラッシュスラッシュ www.4gamer.net スラッシュゲームズスラッシュ518スラッシュ g051828 スラッシュ20201111024スラッシュ2020年12月5日閲覧。名作アルバム月月、ガールズガーデン。セガ。2017年3月15日閲覧。即興演奏で楽曲を作り上げていく。 HKS のセカンドライブをレポート。4gamer.net 2017年3月15日閲覧。ありがとうございます。